フラノや美英町などを2日間で最長170キロ走るピクニック感覚のランニング大会が初めて開催されました今回が初開催となる第1回フラノ・ビエーネーチャーランにはおよそ250人がエントリーしましたトカチラ家の山岳やビエの継承地をランニングコースに道内初となる 最長170キロから50キロまで3種目が行われます一日目の昨日は170キロ種目の40人がフラノをスタート二日目の今日ランナーたちは BA の丘などを楽しみながら100キロ走りスタートのフラノに戻ってきます